回戦第2試合を行います。アコナ167センチ、 62.2キログラム、 対ウィアソフレックフェアテックスジェム、ゴンガパーウィラーサクレック K1 新階級ライフ級ムエタイによる制圧で、恐怖の大魔神ゴンガパーウィラーサクレック。アコナは172センチ、 62.4キログラム、 日本 K1 ジム相模王のクレスト、K-1 ワールドグランプリ初代スーパーフェザー級王者、 K-1 ワールドグランプリ2016スーパーフェザー級世界最強決定トーナメント王者、宇田部光也。これを試練と言わず何と言うのか。宇田部光也2階級制覇へ最大の壁がここ1回戦に立ちはだかっています。本戦は K-1 ブルー3分3ラウンド延長1ラウンドで行います。階級を上げて初めてライト級で戦う、もらわず当てる浦部光也と、一階級上で日本人最強を葬り去ったムエタイ恐怖の大魔神ゴンナパー、1回戦屈指、いやトーナメント最大の戦いが始まろうとしています。さあ関根勤さん、はい、いよいよです。いよいよですね。でも浦部光也選手、前回スーパーフェザーを取った時の、はい、ムキムキの体キープしてますね。ですね、いい体してますよ。マサトさんいかがでしょう。はい、いや本当に楽しみな体ですね。ゴンナパーに前回強くなってると思うんで、ベスト階級なんで。さあいきなり来た、しかし返していく左ストレート、前を取りました浦部光也。光也選手は蹴らさないことですよね。ですね、ダメージもらいたくないですよね。しっかりカットしたいですね。左フックから右ストレート、左ストレートです。あでもゴンナパス左危ない、ゴンナパスイッチしてますよね。ですね、オーソドックスですね。小谷選手がサウスポーなんでインドを蹴りたいから右で構えてるんですよね。なるほど、小谷選手の前足、あのインド、これですね、これは蹴らしてダメですね。あーずーストレート左、これは小谷選手どうぞやりやすいんですかね、オーソドックスの方が。ですね、ちょっとパニックがあるかどうか、浦部光也。ただ蹴らしちゃダメですよ。うん、トーナメント考えても、ね、トーナメントじゃなくてもダメですね、あの強烈なんで。ただ光也選手のパンチすごくいいですね。バックローがある。関根さん立ち上がりからいろいろありますね。蹴り打ってきますね。入ってしまった、今タイミングずらした右のパンチだ。時間差パンチ、一人時間差。蹴りの右のフェイントからですよね。こんなサウスポーの時は右の合わせるのうまいんですかね。はい、今もう小谷選手は下に意識いってるんですよ、ローキックの。だからパンチをもらえ入りやすくなっちゃってるんですよね。おナイス、ナイスカット、刺していった右パチュー左、小谷選手のフックが入りましたよね。入りましたね、はい、ちょっと効きましたね。関根さん、期待にたがわぬすごい戦いです。今チャンスですよ、チャンス。お互い行ってますね。あっちょせー右前蹴り、松田さん落ち着いてますよね、浦部光也。ちょっと驚きましたけど、右フック、どう小谷選手いってほしいな。スピード落ちてるんですよ、ゴンナパ効いてるんですよ。今チャンスなんですよ、ね、今出るところ、またこれが来た。右のジャブすごいですね。今度はサウスポーにまた左、うわ惜しい、左のクロスもありました。これが入れば、いや緊張感ありますね、これ。サウスポーに戻っています。お互いサウスポー、左ストレート出したゴンナパー、背中ゴンナパー、青いグローブ、左ミドルキック、左、うお、ゴンナパーが打ち合い、パンチの打ち合いに来てるんで、チャンスですよね。おお、ナイス、おし、来た、ハイキック残り10秒切りました。ジャブを捉えながら左、ゴンナパタフですね。いやでも浦部光也もこれ火つきましたね、うん、光也選手今の感じで前に出た方がいいですよ、うん、あれだけ前に出て来られるとゴンナパどう蹴れないですよ。なるほど、確かに試合の前に光也選手が K1 ルールをフルに使って勝つって言ってたんですよね。なんでああいう要は首相撲とか肘がない距離でパンチでいけるところで
勝負するというのは練習してきたんじゃないですかね。ムエタイ普通だとあそこでもう捕まってしまうわけですね。あの攻防ムエタイだと捕まるより肘が来るんですよ、ね、だからあそこまでパンチ打てないんですよ。なるほど、もううまくパンチ勝負に持っていけてるってことですかね。いや持っていけてるし、あの自分のいい距離で戦ってますよね。なるほど。いや関根さん最初はヒヤッとしましたね。したけど後半は浦部光也選手 あのスピードとパワーで押し込みました ね、ですね。しかし波の選手じゃないですね、あれ普通の選手倒れてますよ。倒れますね、こんなパワーやっぱり、攻撃力もあるけどタフだわ。この選手倒したら本当にもう超一流と呼ばれます、いやー極上の1回戦いけそうですよ。でもパンチこれもどんどん前に出ていきます。ローはもらいたくない。パンチでバンバン、あの右ですね、ゴンナパーが得意なのは。フック強いですよね。山崎選手も倒されましたもんね。そうです。リードのジャブから左ローに下げる、返していく左ボディ右フック左が入れた。もう一つテンプル捉える。すごい壮絶だ。これ1回戦で最初の戦いなんです。勝ち続ければ3試合あるんです。うわ足流れた。あれはタイの選手よくやるやつですね。前足払ってバランス崩させるの。でその後また右のフックとか待ってます。そうですね、入れ替わった。危ない。あのゴンナッパーも打ち合いに行くつもりだからサウスポーなんですよ。あ自分の得意 な、なるほど、ボクシングで勝負するつもりですよ。じゃあもうそうさせてるっていうのもありますね。そうですね、そう させてますね。自分のペースで自分のペースで右のジャブから黒いトランクスが浦部光也です。タケルに続く K-1 史上2人目の2階級制覇へ向けて、その1回戦最大の試練、立ちはだかる恐怖の第4ゴンナパー。左ストレート、アッパー、これ空を切りました。返しの左、小屋選手も気持ち強いですね。すごいですね。関根さん、タケル選手も話してましたもんね。いやちょっと盛り上がったか、動き止まったか。やはり強いわゴンナパー。左だ、カウンターで入れた。ちょっと今左まで持ち込まれた、ちょっと間が遠くなってるんでね、小屋選手もう少し冷たいんじゃない。ローキック嫌ですね。ちょっと効いたかなって気がしますね。フック押し返していく、まずボディーだ、右ミドルキック。いやゴンナパーも気持ち強い、強いですね。今トランクスクッと上げながら前に出ていきました。ゴンナパーのハイキックもちょっと怖いですね。この下に意識を向けといて、ちょっと浦部光也前足効いているか。光也選手はあのパンチでいきたいな。やはり間合いなんですね。うわーこれまたローを蹴らせてしまった。ボディナイスボディ、左フック、ハイキック、これはハイキック。いやダメ、シルバーの左入ってくる。立てるか、立てるか、まだ足元が面白くない。もうダメなのか、このままなのか。二度ダウンすることは許されません。浦部光也奇跡を起こすのか。まだ17秒15秒ある。いやでも光也選手狙っしっかり見てあのカウンター狙ってますよ。一つダウンを喫しました。もうダウンを喫することはできません。ダウンした瞬間負け。踏みとどまるか、生き残るか、可能性を残した、残しました。中村さんどうでしょう。そうですね、あの小林がボディをよく当たって、多分ボディストレートを打った後ですかね、のハイキックでしたね、ゴンダッパーの。いやもうあのローキックから下に意識向けてからのハイキックですよ。うわ今も多分フェイントかけてますよ、下見てたんで。関根さんどうですか。やっぱり強敵ですね。ただ小屋選手もよく立ちますよ。よく立ちましたよ、3ラウンドまだ分かんないですからね。攻撃仕掛けてダウン奪い返せばいいんですか、ただダメージありますよ3ラウンド行っても。これだって膝が折れ曲がりながら倒れたので、本当は一瞬完全に意識は飛んでましたよね。意識飛んでますね。ただあの小屋選手行くと思いますよ。うわーもう会場早くもレッドゾーンに入っています。ラウスリーラウスリー1回戦第2試合です。さあ浦部光也前に出ていく、やっぱり効いてるな、ダメージある。足元がふらついている。棒で足をすくっていく、冷静極まりない。
恐るべし恐怖の大王ゴンナパー。前蹴り、やはり戦いも分かっています。前蹴りも出していく。そしてローキック、前蹴りまた出た。ああ、しかし決めた。関根さん、やっぱり豪快ですね。やっぱりね、150センチでやったでしょ。そうですね、125センですか、ね、やっぱりうまいですよね、細かいことも、やっぱりあの足にそこまで力入ってないですよね。ちょっとあの足払いみたいにされても、うん、左、ここもそうですね、あれダメージなかったらそこまで体勢崩れないですよ。なるほど。このまま1回戦で姿を消してしまうのか、浦部光也。立ち上がるはゴンナパー。大会パンフレットの指揮者11人の優勝予想は最高得票が4票、浦部とゴンナパー。本当同じパターンでロー、ロー入るになってますね。中村さん、どうですか。そうですね、まあでもやっぱりね、小林さん、ここで出てね、ちょっと攻め込まないと。いや、これね、上の攻撃気をつけた方がいいですよ。上狙ってますよ。下に下に意識持ってきて、今お腹に攻撃を集めて、今度上の攻撃もあるか。ローキック、高野コールだ。高野コールが起こっています。代々木第二体育館、右の緑も強烈。おう、行く。でもゴンナパーもあるでしょ、もし上体の戦い方するなら、ええ、これジャブと前蹴りで突きながら逃げることできるんですよ。そうです。ただそういう戦い方しませんからね。やっぱり K1 で頂点に立ってやろうという流れですね。そうですね。ストレート、アッパー入った、入れた、入れた、アッパー入った、入れました。高野ローキックもらいながら前に出ていく。もうここでボロボロになって終わっても構わない、そんな戦い伝わってきます。ラスト50秒いけ。おお、うわー、左ハイキック。バウンドポイント分がありますからね、どんだけ攻めても。浦部光也は話しました、やりたくない相手だった、でも厳しい道こそ最強への近道、ここを越えなければ最強はない、絶対絶命。おお、左、ゴンナパーも思わず抱えに行きましたね。関根さん、いや、ゴンナパーも今苦しいですよ。でしょうね、相当打たれてますからね。ボディ、左ねじ込んだ。おお、見た、ダウンを期しています。さあ関根さん、いや、しかしね、こんな激しい戦いでね、参戦やるってね、そう、まあ、厳しすぎますね、これ本当にお互い。いや、きついですね。ただあのゴン・ナパーのセコンドからもう一回あると思えっていう指示が出てましたね。ドローンになる。ジャッジ和田29対28、青ゴンナパー。1人目ゴンナパー。ジャッジ勝本29対28、青ゴンナパー。ジャッジ29対28、青ゴンナパー。以上判定3対0。前回恐怖の大魔神ゴンナパー、ウィラサクレック1回戦で浦部光也を下しました。事実上の